今日だけのヒーローにジャスティスです。お願いします。はい。本日の自動販売機で飲み物を一致するまで終われません。はい、ということで以前この企画やったんですけど、最終的にエンディングで。誰だっけ、比喩だっけかな、違うね、ライオじゃないの、あれえ、ね、ダッシュ行ったの、誰かがめちゃくちゃ漏れるとか言って言ったらクリアせずに終わっちゃったんだよ、一人のそれのせいでね、え、いや違うよ、だってお前らみんな争ってたよ、こんな文字の違う、結局みんなあの時アセロラ買ったんだよ、みんなもうさすがにもう無理だからアセロラでいいかなみたいな雰囲気あったの、俺それでクリアしてもなんか何も嬉しくないから最後トマトジュース買って飲んでもうこれで行ったんだけど、今回ちゃんとクリアするのに終われませんやろうという、なるほど、リベンジだね、そうです、何でも全クリの先輩は多分合計だと思う、あ、そうだったんだっけ、あったね、あ、そうだったっけ、ぐるぐるのところとそれって前回なんだ、コーンのところでしょ、そうそうそう、人生空回り男ね、人生空回り男、いきなり敵もクソでかい悪口があの動画が限ってじゃないんだ、いやいや、合計はそういうところやるよ、なんかいらんところでボケるみたいな、いや、やってやるよ、男だ、面白くないところでやっちゃう、そう、そうなんだね、俺についてこれね、差がそこ見極めていかないと、ここだって時に行かないと、やっぱそこはで、今回は6人いるんですけど1人カメラマンってことでどんどんローテーションしていくんで、実質5人で一致すればオッケーっていう感じになってます、うん、まあ今回やっていけば誰が一番おかしいとか分かってそうだよ、うん、という感じで早速飲み物一致するのに終わりません、やっていきたいと思います、いきますよ、スレニムレッツゴー、はい、ということで早速1個目の自動販売機が見つかったということで、じゃあ俺一番って言ってきていい、いいよ、でヒントとしては俺が飲みそうなものでみんなそれ、はいはい、分かりました、まだ見てないけど、まあ、なんか分かった、俺も見てないけど、うん、頼んで、はい、長い目で見てってことで、さあ行ってきます、じゃあ、はい、もう決まってるんですか、どういうものか、いや、ちょっとまず見てみないとあかんない、まあさすがにね、まあこんな感じですね、炭酸あるんだけど、はいはいはい、うん、炭酸上にあるんだけど、うん、基本この企画500円やるやつはバカなんだ、まあそうだね、いや、値段なら、これうわ、でもいけるんじゃない、これなんかコーラで、俺的にはパインかなと思ったけど、いや、でも俺もパインの方を選ぶと思うだよね、ナオトがパイン好きだし、うん、俺普通にパインの方が好きだから、じゃあ僕これで OK です、これ買いました、はい、行きましょう、まあ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 、ちっちゃいの予想はしてる、さすがに、あのね、見たらわかる、そんなあれこれってやつがある、見たらわかるタイプ、ね、これね、一発で正解する可能性ありますから、ガチガチ余裕やんじゃん、はい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 、まあ言わなくてもいいけど、はい、まあ思ったやつパッて買ってもらって、わかりました、ライオが選びそうなやつね、そうだよ、はいはいはい、超迷う、いいサイズだ、オッケーオッケー、じゃあ隠してなおくん、はい、行ってらっしゃい、どういい感じ、え、分かったね、分かった、見た瞬間に 見た瞬間にはい、これあ、俺3択もあった、3択ある、3択じゃあ無理やん、無理やん、でもこれって感じ、これってのもある、あ、本当にオッケー、3択あってるじゃん、3択あるんじゃもう無理や、オッケーオッケー、多分一番うまずない、ここもないでしょ、うわっ、多分2択、お、どれとどれ、これかこれ、なるほど、まあ思った方買ってもらって大丈夫なんで、絶対ないよこっち、マジ本当にみんなで仲良くやりたいんだよ、次僕いきますね、はい、ライトが見れば一択って言ってたんだけど、うん、絶対これやん、これそれコーラだね、じゃあね、オッケーですか、よし、じゃあ戻りたいと思います、はい、これは絶対これ、もう確実なんだ、え、ゴーキどうだった、パッと見た感じ一択だったってなった時、ナオがマジ怖い、じゃあ俺だわ、あ俺だわよ、人狼みたいな感じで言ってるけど、お前がただただ先輩のだけ、俺だわ人狼、お前人狼、うん、見て一択らしいよ、みんなこれしかないっしょ、わかんないけど、え、これじゃなかったらやばいんだけどこれなんね、これです、オッケーです、これじゃあ戻りますか、じゃあはい、じゃあ行きますか、はい、うん、せーの、はい、はぁー、危ねぇ、まだ危ねぇよ、危ねぇよ、お前ナイス、危ねぇ、ないそれ、絶対これだよね、ファインソーダですよ、これしかなかったよ、え、これコーラだよね、え、二択ってのはこれでしょ、いや、コーラですだよね、いや、けど、コーラ俺炭酸別に飲まないよ、普段、あ、こっちなんよね、コンビニとかでも買うの、お前ないそれ、これエナジー、こいつさ、星に走ってるのさ、量少ないの、確かに、なんで、ゴーキこれ迷わなかった、いや、だから横にあったから迷って、うん、でもなんかまあ王道に走っちゃってる、いや違うの、ライオはね、あの、あと1個ってのもこれね、でかいんですよ、1個しかなかったっていうのもでかい、これ
一個で横にってこと。そう、そういうのあるんだ。そう、お前っすよね。そうだね、やってるな今の。そうですからね、粒子。まあ一回ちょっと次のジャンキー向かいますか。はい、じゃあ次、よしこの点数誰にする。まあ5期やな。先般だし、一旦ちょっと休むわ。休むじゃねえんだよ、おめえはただ戦力外になったの。エース温存じゃねえんだよ。されて、もう次の試合にまた戻れる。ちげえよ。じゃあそしたらどうしますか、お題というか。だから誰かに合わせるとか。なおだ。俺か。こいつマジ好きなの分かりやすいから。いや、ガチ分かる、ガチ。え、じゃあ俺から言っていい。なお言ってきていいよ、言ってらっしゃい。なおの好きなやつってさ、俺も大体分かるんだけど。分かるでしょ。はいはい、こんな感じですね。俺が好きなやつ分かんねえ。これだったらさ、俺豪気とも揃えられた気がする。うん、俺もう分かるよ。でしょ。はい、なるほど。いってきます。じゃあ、行きますか。あんな笑顔で来るの、あいつ。好きなのあった、好きなのあった。俺が飲んでんじゃんってのがある。じゃあね、ガチで終わると思うよ。はい、じゃあ続いてはよしくんですね。はい。うわ、ここでもね、上段かなりね、接戦してる。そうね、上の段は確かに熱いラインナップ。結構均衡の戦いじゃない、ここ。これだと思う、多分みんな。はい、ということでね、はい、3番手の人にね、預けたいと思います。オッケー。一択だわ、これ。あ、一択。え、分かった。一択する、粒子一択。じゃあ俺が一択。じゃあ行ってきます。二択らしいけど。いや、一択ない。いや、一択レベルでもある。はいはいはい、続いては粒子ですね。どうよ。いや、むずっ。まあでもあれかなっていう感じのもあるんで、粒子くんはこちらということで。これです。はい。え、よしきさっきの実際やってたらどれ選ぶ。よしき、そうしよう。俺これだった。うん、あ、ほんとにこれだった。よしき、まあまあまあ後付けだよね。あと、そんな後からでも言えるもん。まあ、多分俺ここ3人は信じてる。行ってくるわ、じゃあ。あ、マジで頼む。リュウちゃん、オッケー。じゃあ、はい、じゃあ次、続いてはライオくんですね。はい。まあ悩むっちゃ悩むけどね。はぁ、マジでわかんない。決めました。何を買うんだ、一体。なるほど。はい、こちら買いました。こちらで、はい、じゃあ続いての方参りましょう。いや、お前絶対やってるね。ガチで、だるガチやばい、お前だる。リーダー失格でだる、敵だわ。冗談じゃなかったらマジで怒るから。大丈夫、冗談でミスるならいいよ。一番上の段段で話を決めんなよ。だって、だってなおがだって冗談しか買わないとか、そういうルールないよ。ないけど、冗談だろうなっていうのがあって、ラインナップ的にね。なんでラインナップが。なんでお前、何年のことお前違うよ。なんで普通に。お前、何も分かってねえじゃん。俺のこと。何が。はい、なお、お前俺のお兄ちゃんと好み違う。マジかってなんないし。悔しいとなんない。なんでグッズ2段目発売中、詳細は概要欄から。こんな感じね。あー、簡単なんだ。うん、一択に絞るの難しそうだけどね。結局誰と会おうが、ナオと会ってれば正解ってことだもんね。まあだから、リュウシン、ヨシキ、ライオが一緒だとしても、俺がナオと会ってれば俺が正解だもん。そりゃそうよ。こちらですね。まあでもなんか違う気がする、ごめん。僕が買ったのはこちらです。なるほど、行ってきます。行きましょう。はい、ということで、2回戦目終了しましたね。はい、みんなのね、選んでる感じいい感じかもしれない。もういいよ、お前外れて、まあ、お前外れてたろ、ね、マジでぶっ飛ばすから。下手やろ。外れてて見え見えなんだ。いきますか、せーの、はい、あー、やっぱお前だわ、分かってんの。全然違うやん。いや、これが、これがこれだよ。お前さ、さっきこういう系飲んでんだろ。飲んでるから、また行くんじゃないかなと思って。え、なお、ウェルチだなと思ってる。二択はこれだよね。ガチウェルチ絶対。これで、俺こっちだったら嫌だなと思ってこっちにした。お前だったらウェルチだと思って。うるせえ、勝手にやる。待って、見て。一番決まった。どうせ一発目とか炭酸飲みてとかなんだろ、こいつ。出場で買うな。レイク、レイチこいつぜ。じゃあ、一本目の系統はこっち売りだったから、二本目もこれなんかなって思った。違うでしょ、絶対。これなわけないでしょ。ライフ外しちゃっていいんじゃない。ライフ一回外します。え、俺マジちなみに一回外れたら俺も戻ってこないじゃん。そんなことはねえ。ダメだよ、違うチームに。これガチ。俺そういう契約のもと今動いたから。じゃあ残ってて。じゃあそれはまた話が違くねえんだよ。どういう契約結んだの。クビすんならクビにしろよ。それじゃない、一回休憩。じゃあ僕いいですか。はい、じゃあ2回ぐらい休みます。ダメだよ、ダメだよ。一回、一回券。いや、ライオマジふざけすぎ。正直だから、ふざけてねえし、あの比喩よしくんミスってるのをお前ら注目してなさすぎなんさ。いや、比喩のミスはわかるよ。じゃあ、ミスはミス。正直言ったら、俺とリュウシン以外みんな一緒。そう、ゴミだよね。ゴミ、おぶつ、おぶつ、かつ、うんち、なお、なお、俺。お前も入ってるんで、最初うんちだよ、お前。何だ。ラインナップ違う。ラインナップ違う、ほら。同じだ。全然違う。全然違う、全然違う、ほら。
え、あっ、やだじゃん、よっしゃ、じゃあじゃあじゃあ、そしたらこのこれになっちゃうからダメ、なる、なに、みんなこれでしょ、じゃあそれ、じゃあもう様式に合わせるんでもいける気がする、違う、だから違う、お前は話を聞いてた、なに、そしたらこう人生の話やらせるんじゃねえよ、言う、じゃあもうここはもう多分なしです、もうこれ逃したのでかいわ、マジではい、ということでおやつ屋さん向かう前にキリンがありました、はい、来たー、いただきます、待って待って、これさ、待って、これ簡単じゃね、見て、ラインナップこんな感じです、全然少ないやん、うん、え、これマジ、え、これ余裕なんだけど、お前に合わせるんじゃない、俺だよ、俺、こいつに合わせるとライン、いや、それはさ、そういう、まあまあ、一回じゃあ、4人あっち行ってもらって、ゴーキー残って、ゴーキーから行きます、お前のやつ分かんねんだ、はい、ということでゴーキー行きましょう、はい、うーわ、ここ嬉しい、ちなみに、ちょっと俺先予想していい、え、ゴーキーセレクトの場合と、うん、うん、せーの指さす、うん、いや、せーの、はい、違ったえ、でもそんな感じなんかな、俺めっちゃ好きなんだけど、でもなお、なお、めっちゃ好きそう、いいよ、これはやっぱりいいです、多分よしくん分かってる感じだった、なるほど、なるほど、多分飲みやすいのは絶対こっちだから、こっち行きます、お願いします、これ、正直一回見に来たやん、はい、一択だった、だからこれでもし違かった場合、ゴーキお前があれだよ、ちげえ、たぶん口裏合わせて、おめえゴーキ、俺のせいにこの辺、お前この辺やっとけよみたいな、やってねえ、桜吹雪の頑張ってください、なんかこの後どうする、おいではいはい、これでいきます、いきますか、じゃあ行きましょう、せーの出しますか、もう、はいはい、いきますよ、ゴーキセレクト、どうぞ、せーの、ファイヤーだよなぁ、しかあ、ごめんごめん、でも売り切れてたもん、俺も売り切れだったからこっちにした、そう、売り切れてたんだよ、ね、いや、違います、よしくんは売り切れてたから、うん、あ、じゃあミルクティー選ぶんだったら隣のレモンティーでいいよって言った、あ、そう、で、よしくん合ってんの、で、ヒユの場合はヒユの時はまだ売り切れてませんでした、売り切れてないんで、ナオの場合は普通に売り切れてレモンティー勧めたけど普通にこっち買ってました、お前、俺もあっちだともう持ってた、俺も分かってた、言うてまだだってみんな1本半ぐらいしか飲んでないよ、お、まあね、余裕ぶってますよ、リュウシンくん、リュウシンじゃ今日カメラマンなしな、うん、何やそれ、でも最初のパインが辛かっただけで、こういう系全然ない、確かに炭酸がやばかったな、リュウシン辛かった最初、それはあるわ、次どうします、じゃあまだ変わってない、ヒユーかナオがな、多分今のところリュウシン結構すごいいいっすね、ゴーキミルクティー飲んでる、いや、イメージある、え、最近飲んでる、逆に俺リンゴジュースなんて飲んでない、いや、俺ゴーキ逆にお前最近レッドブルがモンスターしか飲んでる、それはお前は寝ちゃいけねえ状況なんだけど、で、寝てるだけだけどレッドブルって結構睡眠薬入ってる、入ってねえ、おめえだけで寝てんの、レッドブルしても困るだろうね、例外が現れたら、いや、多分営業妨害でこいつガチ営業妨害、グッズ2段目発売中、詳細は概要欄から、ラインナップこちらです、うわ余裕やん、ペプシ言ってみればダメだ、いや、むずい、ヒューラインナップ、ヒューラインナップ、むずいな、え、俺ヒューと揃うと思う、本当に揃うと思うから、今のうちだと思うよ、カメラマン変えるんであるだったら、今回ちょっとむずいな、エースがちょっとヤバいかもしんない、なんか俺って感じだよ多分、そう、ごっちゃんは、ね、俺も分からん、え、ごっちゃん一回カメラやってみよう、これはじゃあ一回ヒューとじゃあゴーキーじゃあ、ゴーヒューからいきましょう、ということでヒューくんセレクトなわけですけど、ああ、え、俺一回予想だけしていい、あ、下のあれこれ、うん、正解、よっしゃお前言った方がよかった俺言った方がよかった、多分なおも分かってると思うよ、なるほどね、うん、当たった当たった当たった、ゴーキーの分も負けるよ、オッケー、ちなみにこれどうマジで、え、俺言った子、でも俺も一択なんだよ、俺あいつの性格上含めてこれっていうのがある、あ、ワンチャン揃うんだよ、多分でも俺は飲みたくないがあるんや、あー、まあそれはちょっとある、うん、俺も行っちゃっていい、うん、当たった、え、当たったの本当に、うん、当たり出た、マジ同じに豪気投げた、でもみんなで飲もう最後、うん、え、あ、それいいね、終わり方として、俺同じの豪気で買ってあげたから、あ、いいね、しれっと当たるんだね、ここマジか、すごい、はい、続いてナオくんですね、なんかね、ヒューが言うには、うん、ナオは分かってそうって言った、あ、分かるよ、だってヒューのだもん、一択一択です、これでいきます、はい、こんなん一択よ、一択なんだ、どんだけヒューと遊んでると思ってる、それはそう、マジで当てちゃえ、プライベートで一番遊んでるの俺なんだから、ヒューとマジで、確かにな、さあどうですかね、これやばいね、他のメンバーかなりいい感じらしいので選んじゃっていいですか、いいですよ、2番はあるな、ゴーキー、うん、ヒユドラチョコ好きだから、一応ちょっとボケとしても
出した時に超かわいいんじゃない最初それ出そうですボケとしてお菓子セットも買ってきましたでも普通に買います、うん、じゃあ買いたいと思います、はい、結構俺たち大怪しんでるそういう時に2桁だとお前なんすよ、うん、何が多分今回4対1で、うん、何がいやお前がもうちょけて買ってくるもん、うん、もんまで予想してるそういやこれで揃った瞬間どうすんのどうしますうちの比喩が謝罪しますよ揃った場合普通にみんな喜んだから俺思いっきりグーパンするから誰に全員全員思いっきりもうさ思んない分かっちゃうもう十何年一緒にいると分かっちゃうこれで揃ったっしょおめでとうはいということでひゆうくんセレクトの回ですけど、はい、どうですか皆さん自信は余裕でしょこれガチ終わりにしましょうでこれ祭りに行きましょうこの後、はい、せーのほいはぁ、あ、え、待って待ってこいつ待ってやばいよお前マジでボケは一人でいいってえぐいそれはリュウシリュウシそりゃねえよおめえもお前2個あるんかちゃんとお菓子セットお菓子の2番カードのヒーローなあぶねえマジナイスナイスいやいや普通にありますよはいおいえ、ゴーキは俺も予想して、まあ、ヒュー君が当たったから買ってくれたんですけど、ある普通にこれです。そうだよね。ここで来た、外したの。一番もうダメだよね。テンパン。オレンジなんだ。リュウちゃん、それはやっちゃった。ガチで自信あったんだけど。でもさ、おめえらさ、俺がミスった時とリュウシがミスった時の違くないはんね。もっと攻めろよ。じゃあ、わかんない。チビ二人早く攻めろよ。実際三人、誰が一番チビなの、うん、こっちだ。背中合わせてみて。マジで一緒じゃない？え？あ、まあ、直うか。ああ、マジで5000。うん。なんか背中合わせでさ、歌ってほしいよ、なんか。PV っぽく歌って。ワン、トゥ、はい。ワン、ツー、スリー、フォー。この長い長い下り坂を。下り坂を。君は自転車の。はい、じゃあ次どうしますか、カメラマン。俺休憩しようかなと思ってんだけど誰に合わせるかによるあの分かりやすいやつがいいんよあ、リュウシン分かりやすくねいやでもリュウシンだったら一択じゃないあ、じゃあリュウシンに合わせましょうで、カメラマンやりたい人はーい、はい、はい、リュウシンが選べば誰が一番できなそうあ、確かにいいよ、全然いいよ誰が休んでないの逆にはいあ、じゃあヒユにするまあまあ、じゃあヒユ君カメラでじゃあ行ってらっしゃいリュウシン行こうリュウシンっていつもないのにコーヒー飲んでるリュウシンガチコーヒー大きいのがこんな感じでまあでもこっからだよねはい、ちょっと変わってるはいはいはいうわーこれむずいどうせお前この辺だでしょそうはい、買います俺はいここだよね何ブラック行っていいブラックコーヒーね一気で余裕ですこれ一応ちょっとリュウシにヒントもらえさすがに、はい、ちなみに分かりやすいと思ういやもう外れると思いますえ、待って無理なでも俺眠い今ずっと甘いの飲んでるやんそういうことだよだるあじゃあ僕から言ってきていいですかはい、まあ、一回俺が感想言ってくるわ、はい、無理でしょこれあといや、うん、俺らの話ではコーヒーっての分かってんだよ種類がいっぱいある時点できつくねっていうブラック好きな人はずっとブラック飲むしいやリュウシンあいつブラック好きな気がするだからそこだけだよね多分あこれそうはい僕は大嫌いだけどこちら買いましたはいいってらっしゃい勝つくんその顔もう終わりやん多分きついと思うけどみんなが信じててかつリュウシンがそこを選んでればって感じ、うん、けど俺はマジで飲みたくねこれいやそうだよねそれはマジであるかもしれんねガチリュウシン合わせ本当にどうなんか考察あるんでしょ考察あるめっちゃあるおう何うんと、うん、さっきまでリュウシン物を持ってくるときは、うん、ここで入れて持ってきてたおうがケツポケットに入れてここのどれかはい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 、まあ、リュウシも頑張ってみんなに合わせたもんねオッケー了解しました今のヒユウ君の一言でこれですごめんガチキモい買い直していいですかいいよいいいいよはいこれではい行きますはい大丈夫なお前はまあ系統はもう分かってる掴んでるあそうね、うん、やっぱねこの5本目に限らずあいつは容赦ないところも含めてここなんでお前めっちゃ龍心のこと知ってんなあいつは容赦ねえ男ですからね本当にどうなんだから何絞ってはいるなんかうん絞ってはいるもう龍心がなんか耳とか、うん、甘いの飲みすぎたとか言ってたからおーでコーヒーなのでも俺これ飲んでるよくあそうなのお父さんからもらってこれ結構うまいでも龍心だったらこっちじゃないか
え、わかんなくなってきた、ほんとに。これでいいんだよね、多分。これで僕わざわざ選ぶはずがない。グッズ2段で発売中、詳細は概要欄から。もう決めよう。え、これはもうじゃあ、リュウシンから出してもらおう。こういう順番で、うん、お願いします。いきます。ブラックコーヒー。よしか、これ大丈夫。行けるときよしか、これ大丈夫。ブラックコーヒー。だよね。ブラックコーヒー。ブンブンブラックコーヒー。ブンブン。ブラックコーヒー。やった。あぶねえ。あぶねえ。だよね。だよね。全然飲みたくないけど。飲みたくないけどさ。二個あったよ、微糖となんか金のやつ。すいません、すいません、真ん中が。あ、お前金買った。そう、最初こっち買ってこっちにしました。オッケー、了解しました。今のひゆうくんの一言でこれです。ごめん。ガチキモい。買い直していいですか。いいよ。いい、いいよ。はい、これで。はい、いきます。はい、騙しちゃった俺が。あ、こいつエグいからね、ガチで。飲みますか。はい、これコーヒー今日カフェイン摂取して、はい、今日夜まで寝させねえぞ。夜までじゃん、普通に寝てるやん。明日まで、夜になって寝てるやん。明日まで寝させねえぞ。頑張れ。はい、頑張れ。気持ちいいわ、このクリア。はい、ということで無事クリアしたということで、ぜひ、次6人いくか、普通に。うん、余裕でいける。次7って感じで、まあ、これからうるせえ。これからも面白い動画撮ってくれ。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております。僕らこの後、祭りを楽しみます。みんなの人生、楽しんでいきましょう。そして、みんなで、ルネッサン。最後まで動画を見てくれてありがとう。自動販売機一致するまで帰りませんが、どうだったかな。前回のリベンジとしては5回はやってしまったんですけど、クリアできたことに意味があるので、今度やるときは6人7人と絶対クリアさせたいと思います。それでは次の動画でバイバーイ。